時刻表とは、鉄道、路線バス、航空路線、定期航路など、公共交通機関の運転時刻をまとめた表、及びその表を多数掲載した冊子などのことである。東日本旅客鉄道中央本線の時刻表プラットホーム掲示の時刻表の例。西日本鉄道天城線、大城駅。夜間にも見やすいよう、蛍光灯照明の暗灯式となっている。 バスターミナルにおける時刻表の例。宗谷バス、稚内ターミナル待合所内に、刑事終着駅における到着時刻表の例。天城鉄道天城駅に刑事時刻表には一般に、公共交通機関の運行系統上のある位置、地点における、発着便の出発時刻を、時系列的にまとめたものと、運行系統全体における、各運行便の出発地、中継地、 到着地となる各地点の発着、通過時刻を図表に網羅的にまとめたものとがある。前者は運行系統上の位置地点を基準として運行便の発着時刻を示すものであり、主に各駅、各バス停、各フェリー乗り場などで掲示される。一般に上から下に向けて1時間ごとに区切られ、各時間帯の発着便が記載されており、発着の早い順に、 左から自分を表す数字が配列される。行き先については、行き先ごとに欄を開けるか、一欄にまとめて、疎英字で区別して表示される。平日と土日祝日とでは、運行形態が異なる場合には別枠あるいは別紙に区別されていることもある。列車時刻表の場合、列車種別は、色文字や背景色あるいは記号で区別される。また、 発車番線、車両数、列車扉数、終電が付記されていることもある。大都市中心部のバス停に掲示されるバス時刻表では、便数が多いため、具体的な数字を入れず一定の時間帯につき、3から5分間隔で運行などとまとめて、記載されていることもある。また、一部の終着駅や拠点駅では、列車の到着時刻を明記した時刻表を掲示している。 ところもある。校舎は各運行便の各地点における発着時刻を図表にしたもので、複数の路線を一覧表や冊子にまとめたものであることが多い。列車時刻表の場合、各列車ごとに左から右に向かって縦方向に帯状に区分けされており、表の上部に列車番号、列車種別、列車名、車両数、 始発駅入線時刻、始発駅発車番線などが記載され、表の下部に各駅における列車の出発時刻が上から下に向かって記載されている。通過地には矢印、経由しない駅には二重線が引かれており数字は記載されていない。各駅には始発駅からのキロ数が記載され、時刻表によっては乗り換え案内や周辺案内を載せているものもある。 バス時刻表も列車時刻表のように各便ごとに縦方向に帯状に区分けされていることもあるが各便ごとに上から下に向かって横方向に帯状に区分けされていることもあり各バス停での通過時刻が左から右へ記載されていることもあるまたバス時刻表の場合には経由地、運休日などが付記される現在 スマートフォンで時刻表や乗り換え案内が簡単に検索できるほか、鉄道、航空、船舶、バス会社は自社のホームページや携帯サイトで時刻表や運賃表を公開しており、冊子タイプの時刻表は大幅に減少しつつある。しかし近鉄、京阪、京成、名鉄などの時刻表は旅行ガイド、航空や他社線接続の資料としての価値もあり、 各鉄道会社の売店などで根強く売られている。また、一部の事業者や駅では小さな紙に印刷した、携帯型発車時刻表や、壁張り用の比較的大きな時刻表を配布している。壁張り時刻表は、自治体や商工会など、交通事業者以外のものが作成することもあり、新聞の折り込みなどで配布されることもある。日本では、時刻表に示された、 事実の歴記だけでは創作性がなく、著作権が認められないとするのが定説であるが、2001年の文化審議会著作権文化会国際、省委員会では1990年代に、関係業界から、時刻表の一部分だけを取り上げ売られるのは困るという要望があったため、著作物ではないが保護する方向が検討された。駅における列車の出発時刻を、 時系列的にまとめた形式の時刻表は1872年10月、新橋、横浜間に日本発の鉄道が開業した時から存在しており、当時の西木への片隅に描かれている。その当時は時刻を表すのに字ではなく字を使用していた。明治5年11月9日。 大上官布告第337号により、明治改歴と時報の改定が発布され、翌明治6年1月1日から時報が定時報となり、時は時に改めることとなった。運行系統全体における発着時刻を図表に、網羅的にまとめた形式の時刻表は、1872年6月、品川、横浜間の仮開業の時から存在していたが、 1874年5月に鉄道寮が配布したものでは字の表記が用いられている。日本で最初の月間時刻表は1894年10月5日に公印新使者が刊行した記者帰遷旅行案内である。この時刻表は福沢諭吉がイギリスの時刻表を元に試編纂させ手塚竹政が発行したものである。その後、 この10月5日は時刻表記念日となっている。なお、記者帰線旅行案内などといった時刻表は、右開きで、関数字による縦書き表示であったが、1925年4月に、送還された記者時間表は、欧米に習って、現在とほぼ同じ左開き、アラビア数字、記号使用表記を採用した。その他の時刻表は、 在来の表記法はその後も使用し続けたが、太平洋戦争後はすべてこの表記法となった。1987年3月号までは JTB の時刻表が国鉄監修として発行されていたが、5月号より交際出版社の時刻表が JR 各社の編集する JR 時刻表として発行されている。なお、4月号については、 旧国鉄が編集し交際出版社に発行を委ねた形となっている。察子隊の時刻表では JR 線や私鉄の列車の運転時刻を中心に各種の交通機関の運転時刻を掲載している。また JR 以外の鉄道会社が自社のダイヤ改正などで発行する場合もある。その場合、必ずしも月間ではなく不定期観光物となる。なお、 貨物列車のみを扱った JR 貨物時刻表もある。これは主に荷主向けであり、同様のものとして、かつて発行された時刻表のうち、相関号や重要なダイヤ改正があった年月など、いくつか意義あるものをまとめた復刻版時刻表も JTB などいくつかの会社から販売されている。また、 駅などで折りたたみ式や一枚ものの時刻表として、無料で配布されているものもある。これには、その駅に発着する列車の時刻を記載した時刻表や、JR 東海が冊子で発行している東海道、山陽新幹線時刻表、JR 西日本が冊子で発行している東海道、山陽、九州新幹線時刻表などがある。また、JR 各支社では、駅、 旅行センターでの無料配布の冊子時刻表や、駅売店で売られている冊子時刻表がある。以下、価格は、特記あるものを除き、2021年6月現在の税込み価格。また、旧配管となったものは、最終号のもの。税別表記しかないものはその旨表記して、税別価格を示す。全国版時刻表は、 JTB パブリッシングと交通新聞社の2社から発行されている。この他に、かつては交通案内者などからも発行されていたが、現在は廃刊となっている。発売日は、通常前月20日前後だが、季節の変わり目は、臨時列車を収録するため、前月25日となることが多い。また、ダイヤ改正の場合は変則的な発売体制が取られることがある。 1988年から1993年までは JR 各社のダイヤ改正が3月中旬に一斉に行われていたので3月号の発売を2月10日頃に早め改正後の時刻を収録していたその後は発売日を変更せずにダイヤ改正の2から1ヶ月前に発売される号で特急など指定席のある列車の時刻を そして改正時価前後で全列車の時刻を掲載することが原則となった。最近は時刻表の発売が改正数日前となることもあるが、JR 各社では冊子の時刻表の発売をダイヤの公式発表と捉えているため、時刻表発売前に他の媒体で調べようとしても情報が得られないことが多い。線区によっては、乗り入れの路線では、 所属路線のページのみにダイヤを書き乗り入れ先路線のページでは省略している。これは主に小型時刻表で取られる形態であるが、大型時刻表でもこれに準じた形態となる路線もある。このため、予備知識がない地域では乗り入れの情報に注意する必要がある。重複する区間の他の列車の掲載ページは、最初のページの欄外にその旨の案内がある。 上記の例で例えると、新越本線の時刻表の欄外に、新潟新津間はページの、万越再線もご覧くださいという記載がなされる。また、電車特定区間についてはそれぞれ、東京近郊区間、大阪近郊区間などとして、それぞれ JR グループの時刻表の末尾に、すべての駅の始発、周発付近の時間帯の電車の標準発車時間を、載せている。 列車時刻以外には、主要駅の構内図、高速バス路線、航空台や、運賃計算規則などが掲載されている。これらの情報を網羅しても、大型時刻表の重量は、第三種郵便物の最大限度である 1kg を超えないように編集されている。また、用紙も特注のものが使われているという。かつて荷物列車が運行されていた時は、大型時刻表には、 荷物列車の時刻も記載されていた。JTB パブリッシング発行大型小型交通新聞社発行大型小型公益駅社団、法人鉄道貨物協会発行一部には、JR グループ以外の鉄道、バスなどの掲載も充実しているものもある。なお、JR 東日本の各支社で発行している時刻表の関東の路線図では、2011年度版までは、 もしもし、券売機帰る訓設置駅についての注記が、なされていた。交通新聞社発行 JR 西日本参院、開発発行島根県鉄道整備連絡調整協議会発行四国、旅客鉄道発行交通タイムズ社発行 JTB、発行交通新聞社発行発行出版発行、発行出版は、本来医療関係の書籍を中心に刊行している。 出版社であるが1987年から2002年までの間、大都市圏の JR、私鉄の全列車時刻を収録した時刻表を発行していた。時刻表部門から撤退した後も、雑誌、がん治療最前線や医療関係の書籍を刊行していた。がん治療最前線休館後倒産しており、会社は現存しない。交通案内者発行交通案内者は、 戦前に三本松の時刻表と呼ばれた記者帰還旅行案内を発行していた旅行案内者の元社員らによって1947年に設立され中小型時刻表2種を発行していた半世紀にわたり観光を続けていたが景気低迷、紙媒体離れ制作費用の高騰によって2004年1月号をもって廃刊し会社も解散したなお 会社の体制は JTB パブリッシングや交通新聞社とは異なり、編集部門は2種の時刻表それぞれにあったが、時刻表の組版はすべて外注していた。国鉄分割により JR 各社ごとにダイヤ改正時期がずれたことで外注費がかさむようになったことが廃刊につながった。2000年前後の廃刊間際の広告には、たびに関係のない。 単なる一個人の名刺広告や、スナックバー、所在地、連絡先の記載もなく単に、商店と個人の名刺広告のようなものまで、掲載されていた。西日本旅客鉄道発行九州、旅客鉄道発行九州、旅行案内者発行有料で販売しているものと、無料で配布しているものがある。近年は、全体的にという傾向が見られる。 サイズ掲最順判例大手施設の時刻表首都圏、施設中部地方、西日本その他施設の時刻表上記以外の地方施設においては主に下記の方法にて時刻表を販売、もしくは配布している。有料で、冊子型時刻表を販売など無料で、冊子型時刻表を配布サポーター組織の案内冊子として、 時刻表冊子を作成折りたたみ式時刻表を配布一枚紙に印刷されたものを配布するもので駅員や社員等がワープロソフトにて作成したものなどこれらの形式は製本不要なために製造コストが冊子型より安く本数が少ない路線であれば十分全駅全列車を収録できるため地方中小施設では このような形式で発行している事業者が多い。広電宮島線、つくばエクスプレスなど都市部でそれなりに本数がある、会社にも一部採用事例がある。一方都市部の事業者は、このような形式で発行する場合、大抵は、有料特急時刻表もしくは、各駅の発車時刻表でこのような形式とすることが多い。採用事例が多いため、詳細は省略する。 公式ウェブページ上での未前線時刻表を配布など、配管済みの私鉄時刻表過去には、以下の各社でも時刻表を作成販売していたが、現在は配管となっている。有料で、冊子型時刻表を、販売無料で、冊子型時刻表を配布日本航空、全日本空輸、スカイマーク、エルデュ、スカイネットアジア航空、 スターフライヤーの各社とも冊子型の時刻表を無料配布していたが、2008年より、スカイ、エアドゥー、SNA、スターフライヤーは折りたたみ式に変更され、現在に至っている。JAL は1951年創刊の国内線冊子と1954年創刊の国際線冊子が別立て、ANA は通常の国内線と国際線閉鎖の冊子の他に、 国際線だけの冊子が存在していた。また、ANA は、ANA サービスガイド、エアードゥと SNA、スターフライヤーは、フライトガイド、もしくはサービスガイドという形で、営業案内部分を分離した。しかし、スターフライヤーは2020年夏ダイヤ版、ANA は2020年12月1日から2021年1月31日の、掲載期間を最後に、 それぞれ冊子の時刻表の制作を終了した。ジャルも国内線は2021年3月28日から5月31日、国際線は2020年10月25日から2021年3月27日の掲載期間を最後に、それぞれ冊子の時刻表の制作を終了した。基本的には月間だが、 二ヶ月まとめて一冊となったり繁忙期は別冊子となったりすることもある。国際線の冊子は国内線よりは発行スパンが長い。2000年代以降は航空運賃の多様化に伴い時刻表冊子のページ数は増える傾向にあり、ANA では発行後に運賃の変更があっても対応が追いつかないとして2012年10月号から運賃の掲載を廃止した。 なお2006年より数年ほど JAL は JAL 国内線空港アクセスガイド ANA は ANA 国内線の達人というタイトルで空港アクセスのバス、電車、船舶の時刻表を大体3ヶ月に1回の割で発行していた。さらに JAL では会社構成法適用によるリストラで貨物便の自社運行便が全廃される前は貨物便時刻表を国内線 国際線の二分冊で発行していた。当然のことであるが、列車があらかじめ工事した時刻に従い運行するようになった時から工事の手段として掲示物やチラシの形態による時刻表が存在した。新聞など観光物による広告において列車時刻を掲載することもあった。その例として、 ボルチモアハイオ鉄道が1830年5月24日の開業に先立ち、同月20日のボルトモア・パトリオット市に掲載したものが知られている。鉄道時刻表として世界で初めて刊行されたのは1839年10月25日にイギリスのジョージ・ブラッド賞によって発行されたブラッド賞 S レールマップタイムテーブルズ アンドアシスタントツーレールウェイトラベリング、ウィズイラスラティブマップスアンドプランズである。優等列車では、その列車の乗客用として、停車駅や到着時刻を示し、車内案内などを掲載した時刻表が、車内配布された例がある。中でもドイツ鉄道は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け2020年春に中止するまで、 いやーライスプランの名称で列車の座席に無料を配布していた。日本国外の察し対時刻表で著名なものとしてトーマス・クックグループ発行のものが挙げられる。この日本版はダイヤモンドビッグ社が地球の歩き方シリーズとしてトーマス・クックヨーロッパ鉄道時刻表を年2回発行してきたが同グループの出版事業撤退に伴い ヨーロピアンレールタイムテーブルリミテッドが発行する後継時刻表の日本版として2014年からヨーロッパ鉄道時刻表が発行されている。なお、航空便については世界のすべての航空便を網羅したイギリスのオーグが著名である。旧配管旧配管旧配管イタリアなど一部の国では普通の売店などで有料で販売している時刻表がメインの国も存在するが 大半の国では、各方面別の時刻表を無料配布しており、それが主流となっている国が多い。前線収録の冊子型時刻表を販売している国は多いが、全体的に高価であり、国によっては入手が難しい場合もある。また、スペインのように、国内全域の鉄道を収録している、冊子型時刻表というものが存在しない国も存在する。 近年、ウェブサイト上で PDF 提供する国が増えた反面、冊子型の時刻表の販売をやめたり、販売部数を縮小している国も出てきている。また、オランダやスイスのように、国鉄に代わって愛好者団体が冊子版を発行する例もある。旧配館2007年当時、ドイツ鉄道が発行していた、イヤーライスプラン全列車分かつて、 公共交通機関の時刻表のほか、高速道路及び一般国道の標準的な所要時間が察したいの時刻表の形式に習って書かれている道路時刻表も年1回発行されていた。なお、祭りの出しに時刻表が作成されることがある。ありがとうございます。